オビタ、リンは無事なのか。それがリンは現実にかかっちまってんだ。だからまず俺たちを倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。おい、岩山の崩し。しかしコナハは随分と人手不足に似ていたな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。いちいち抜かしていい、てめえら。いけるか。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。やらせるか。調子に乗るんじゃねえぜ。何もせよ、油断はしない。体積をやる力を持ってやるからな。前より相手の動きが見える。これがシャリンガンの力なのか。ガキが引き締めろじゃねえ。何なんだこいつ。さっきまでとは全然違うじゃねえか。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。生きて帰れると思うなよ。目障りなんだよ、ガキども。いけるよ。経験の浅い奴らには必ず大きな隙が生まれる。Oh!